岸シユ平タ、ヒ洋人宮司優ジユタとの再会を経てんウメル、ナンバーアイ、して未来を見据える,る新たな出発への探求。10月15日に、岸シユタが飛べの YouTube 緊急性配信に登場し、衝撃的な発表を行いました。 彼の飛べへの加入とともに、先に飛べ入りしていた平野紫洋と神宮寺勇太との新たなグループ、ナンバー I の結成をファンに向けて告げた瞬間、同時視聴者数は67万人にも達し、話題となりました。この瞬間を振り返り、3人の再会と新たな出発について探求してみましょう。再会の瞬間。 この驚きに満ちた YouTube 緊急性配信はファンにとって待望の瞬間でした。岸優太、平野紫耀神宮寺ウ、太の3人が久しぶりに同じ舞台に立ち、未来に向けて新たな道を歩むことを宣言しました。平野紫耀は配信の冒頭で、今日は緊急性配信ということで、僕たちの今後について皆さんにご報告させていただきたいと思います。 と述べ、ファンたちの期待を高めました。その後、神宮寺雄太も、今後の活動や僕たちの夢など、皆さんにお伝えしたい、とにこやかに、そしてやや緊張した面持ちで配信の趣旨を伝えました。ファンたちは3人の声を聞きながら、新たなプロジェクトに対する興奮を募らせました。そして、その後の映像で、 東京ドームのグラウンドに立つ3人の姿が映し出され、さらなる期待が高まりました。岸優太は東京ドームという立派な舞台にふさわしい走りながらの登場で、その瞬間から新たな冒険の幕開けを予感させました。彼の元気な姿勢に対し、神宮寺優太と平野潮はユニークな突っ込みを入れ、生配信を見守る視聴者の緊張を和ませる役割を果たしました。 この日、岸優ユタは淡いくすみ、ベージュのジャケットで登場し、岸優ユタです。本日から戸べで活動することになりました。と自己紹介しました。彼の自己紹介に続き、平野耀と神宮寺ユ太タは、黒をベースにしたコーディネートで岸を囲み、一体感をアピールしました。ナンバーアイという名前に込めた思い。そして、ファンたちにとって一番のサプライズは、 ナンバーアイという新しいグループの名前でした。キシ太タがその名前を発表し、その由来や思いについて熱く語りました。ナンバーアイという名前に込めた思いについて、キシ太タは一番を目指すのは大切なことですけど、それより何より大切なのって道筋だと思うんですよ。その中で僕たちらしく、どう輝けるか、僕たちらしくいかに楽しめるか。 その中でファンの人たちとどれだけ一緒に楽しめるかっていうのが愛の一つの意味。粋なアイデアと説明しました。彼の言葉からこの新しいグループ名が3人のアーティストがファンと一緒に新しい冒険に挑む意欲と楽しさを表現していることが伝わってきます。 さらに、グループ名に込められた意味について、ナンバーワンやオンリーワンといった言葉が飛び交い、ファンに対する愛情と独自性も強調されました。特に、愛がラブの愛にもなるというアイデアは、ファンたちにとって感動的な瞬間でした。このような意味深い名前に、彼らの熱意とアーティストとしての自己表現への強いコミットメントが感じられました。 ナンバー i の名前はファンたちにとって新たなショーの幕開けを象徴するものとなりました。3人が共に歩む未来がファンとの共感と愛情に満ちたものであることを示しています。新たな出発の意義。3人の再会とナンバー i の結成はアーティストとしての新たな出発を意味します。 彼らが選んだこの道は多くの挑戦と困難を伴うかもしれませんが、同時に彼らの新しい夢と情熱を追求する場でもあります。この新しいプロジェクトによって、彼らは過去の成功に満足することなく、常に前に進み、ファンたちとの絆をより深めることができるでしょう。 彼らの才能と魅力は新たなグループの形成を通じてより広い観客層に届くことが期待されます。彼らの新たな音楽やパフォーマンスはファンたちの心を捉え感動させることでしょう。この再会と新たな出発は3人のアーティストの成長と進化を示すものでもあります。彼らは過去の経験から学び新しい挑戦に臨む準備が整っています。 ファンたちは、彼らの新たな旅路に対する熱いサポートを送り続けることでしょう。岸優太、平野ヒラ神宮寺ウ、太の3人は、新たなグループ、ナンバー I の結成によって、ファンたちに新たな希望と興奮をもたらしました。彼らの再会の瞬間と新たな出発の意義は、 彼らのアーティストとしての成長と熱意を示すものであり、ファンたちは彼らの未来への新たな冒険を心待ちにしています。これからの彼らの活躍に注目したいと思います。